ダウンバーストで、まあね、倒れかけたというキュウリゴーヤの棚ですけど、まあこのまんまと。もうこれも自然のままで、しゃあない。直す手間あったら他のことしたいので、ダウンバースト、また来た。で、今日気づいた。また、野菜泥棒来た。はい、皆さんこんにちは、安藤の町田です。今日は8月23日金曜日、久しぶりの畑、動画自体久しぶりで、夏の間は雨が降らなくて大変で、ポンプで近所の用水路から300リットルのタンクに、これを軽のバンに車の乗せておいて、水を300リットル汲んで、ホースで、バケツで流すという、灌水作業を多少の気持ち程度。で、もう限界、もう頼むから雨降ってくれっていう時に、ざーっと瞬間的な、まあ雷が多いかな。まあそれにだいぶ助かった。で、ナスは一部、これ更新剪定した。これしたね。これした。これもそうやね。そう、これもしてね、もうやりすぎちゃってどうしようぐらいの。なんでこれ枯れてるんかな。なんでやろうね。うん。ほぼ葉っぱなしぐらいの、枝だけぐらいの更新剪定が、見事にね、ちゃんと追肥と、まあなんとなく水もそうやって、まあ300リットルとは言わんでも50リットルでも毎日やってれば、ボケることなく、ナスは今のところ順調、千両2号。で、あちらがカモナス。で、順調かどうかっていうのは、そこの葉っぱの、このピッと上向いた方向ね。で、あちらもそうやけども、それとともに今ナスがあってもいいんだけど、次このつぼみ花っていうのが存在した状態が、あ、いいなと。にしてもちょっとおかしいね、これ。たまになんかこういうあれってやつがあるね、これね。なんで枯れてる？一部一部枯れてるね、うん、たまにある。で、復活したりする、うん、ここにもあるね、なんか一部分が枯れちゃってるところ、うん、一部っていうと、一部の根がダメージを負ったという可能性はないことはないかなと思ってるんだけど、ちょっとわからない。で、千両2号はすごく今元気。本当はね、もうツヤツヤだね。うん、これ明日出荷できそうやね。そうやね。ねえ、これ。だね。ね、うん、花もいっぱい咲いてるからね。はい、うん。全部で多分50株と50株で100株ぐらい。まあ来年はその倍ぐらいやりたいなというところです。で、3単弱の畑で、今実際使っているのが、フルで1単ちょいぐらいかなと。雷が鳴ってきました。うん、で、はい、真後ろ90度、反対、うん。まあこれが、ダウンバーストで、まあね、倒れかけた。というキュウリゴーヤの棚ですけど、まあこのまんまと。もうこれも自然のままで、しゃあない。直す手間あったら他のことしたいので、
ですけど、意外と取れてる、いつまでも取れる、ゴーヤもキュウリも。で、近所の方々も、まあね、家庭菜園の方々も、もう枯れちゃった、完全に枯れちゃったっていう方が多いんだけど、いつまでも強いね。これはやっぱりちゃんと今ね、これナス畝間に幅広の120センチのマルチをやってあるんですけど、やっぱね、畝間に追肥をする、鶏糞とぼかしをマルチの裾にパラパラっと巻いて管理機を走らせると、それをキュウリもやってるので、まあ元気なのかなということです。でウリハムシが今いっぱいいるんだけど、あのキュウリナスは多少化学的な農薬は使ってます。もう唯一トウモロコシとナスとキュウリだけは僕は今のところ使っていると。でウリハムシいっぱい、でもアブラムシはいない。なぜかというとインゲンの方にみんな行ってくれるので、まあ、インゲンも今いないと思うけど、その薬の効果で。でウリハムシは割と薬が切れ始めるともうすぐ来るね。かといって僕は別に何も害はないので、あの気にはなるけど気にはしない。葉っぱをかじる程度なので特に大丈夫、何言ってない。ただまあね、あれ何ゴーヤー収穫はあそこトンネルくぐっとんの。あ、そう、トンネルくぐってやってる、ね、ゴーヤーも順調でね、すごいね。でね、例えばダウンバースト、また来た。で、今日気づいた、また野菜泥棒来た、はあ、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。